東部の地区。本港ではかつておおむね同地域に所在した上美の地群、ふるさと村についても述べる。地域北西部を品の鉄道北品の線、北陸新幹線が通過し、地域南西から北東にかけて浅川が流れる。中央部を長野県道三百七十二号山歳大津島、中五所線が南北に走る。周囲は以下の地域。 地区と接する。長野市街地から約6キロメートルほど北東に位置する。地域西部の長野電鉄朝日駅と品野鉄道山彩駅とを結ぶ長野県道372号3歳大洲島、中五所線沿いに住宅地、集落が集中しており、その他は農地の広がる、のどかな地域である。ふるさとに鉄路が通ってから70年目にして、 新設された三歳駅金箱は、ふるさと地域中央部の地区。郵便番号は38、381-0007。地区の西端を品の鉄道北品の線、北陸新幹線が通過し、中央部を浅川が流れ、長野県道372号三歳大津島、中五所線が南北に走る。周囲は、以下の大技、町長と接する。東西に長く広がる地区であり、 中央部に長野市役所ふるさと支所とふるさと小学校があり、ふるさと地域の中心となっている。集落、宅地はその周辺に集まっており、生端、東端は農地が広がっている。地区内の人口及び世帯数は390世帯1034人、交通地区内を走るグルリンゴーヌ以下の路線系統が利用できる。施設上駒沢は、 ふるさと地域北部の地区。郵便番号は381-0082。地区東端を流れる浅川に、地区南東で新田川、北東で駒沢川が合流する。地区西部を品野鉄道北品野線、東部を北陸新幹線が走り、中央部を長野県道372号山歳大津島、中五所線が南北に走る。北東の大技大町。 大技も駒沢、大技三歳に囲まれるところと、南西の大技金箱、大技府地区に囲まれるところの2カ所飛び地がある。周囲は、以下の大技、町長と接する。地区南部の新田川沿い、地区北部の駒沢川沿いを除いて宅地が広がっている。1604年から1611年の経路変更まで、地区内を北国街道が通っており、地区西部に、 新町塾が置かれていた。現在でも駒沢新町団地にその名が残っている。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。交通地区内に鉄道駅はないが、地区北部では品野鉄道三歳駅が利用できる。地区内を走るグルリン号の以下の路線系統が利用できる。施設三歳は、ふるさと地域北部の地区。下駒沢は、 ふるさと地域北東部の地区。郵便番号は381-0008。地区西部を朝川が流れる。周囲は以下の大技と接する。地区南西部に宅地が広がり、地区北東部に長野県立総合リハビリテーションセンターと長野市北部工業団地が立地する。地区内の人口及び世帯数は715世帯1803人。 交通地区内を走る、超電バスの以下の路線系統が利用できる。施設付地区は、ふるさと地域南部の地区。郵便番号は、381-0006。地区西部を浅川が流れ、地区の南西端を、長野電鉄長野線が、北西端を品野鉄道北品野線、北陸新幹線がかすめている。中央部を、長野県道七十二号3歳大津島。 中国初戦が南北に走る。周囲は以下の大技、町長と接する。地区西部に住宅地が広がり、地区東部に農地が広がる。農地の中に長野市民病院がそびえる。なお、住宅密集地と農地との境目がはっきりとしているが、ここが市街化区域、市街化調整区域の境界である。地区内の人口及び世帯数は、 2320世帯5521人。府地区は広大な範囲を分割せずに1、行政区としていることもあってか、長野市の行政区の中で人口が最多である。交通地区内に鉄道駅はないが、地区南西部では長野電鉄朝日駅が利用できる。地区内を走る、超電バス、グルリン号の以下の路線系統が利用できる。施設資産歳は、 ふるさと地域北西部の地区、ありがとうございます。